こんにちは、エン・カタローチャンネルです。2020年12月31日大晦日恒例の NHK 紅白歌合戦の視聴率が発表され、 40% の大台に上がったと騒がれています。ですが、そこにはあるからくりがありました。その内容をまとめてお伝えしていきます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、史上初の無観客開催になった昨年大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦の平均世帯視聴率が 40.3% だったことが2日に分かりました。2部制になった1989年以降、歴代史上最低だった前回の 37.3% から大幅 3.0 ポイント上昇。2018年の 41.5% 以来、2年ぶりに 40% 台の大台に回復しました。コロナ禍による外出自粛の巣ごもりが影響したと見られています。第1部は 34.2%、 前回の 34.7% から 0.5 ポイント減となっています。放送時間を15分短縮し、コロナ禍における開催方法を模索。通常は NHK ホールから生放送をしていますが、今回は NHK 放送センター全体が舞台に。 NHK ホール、局内最大の広さを誇る101スタジオ、オーケストラスタジオ、審査員ルームの4会場をメインに、各会場のステージならではの演出となりました。序盤では山内圭介さんが登場し、昨年のような謎の演出が消え、背景もシンプルに歌を聴かせる素敵な構成でしたね。水森かおりさんの歌唱はとても素晴らしかったですが、逆に巨大衣装は最初は驚きましたが、やはり観客あってのものかと感じてしまいました。テレビで見ているといまいち巨大さが伝わりづらいですね。結局画面がアップになって歌っていたら、巨大衣装も意味がないかと。純烈のリモート握手はありそうでなかった演出で楽しかったですね。思わずリモコンのボタンを連打してしまいました。あっという間に1000万回超えていましたね。連動して舞台も変わり、応援している感じが出てとても良かったです。そしてどうなるのかと思っていた坂本冬美さん、ブッダのように私は死んだはちょっと紅白には合わないものかと見ていました。よく見ると降りてきた階段は13段、そして13曲目と聖書で不吉を表す13という数字を絡めていました。ツイッターなど大荒れではなかったようですが、違和感を感じた人も多かったようです。昨年いっぱいで活動を休止した嵐が、
東京ドームからの生中継で、第2部序盤の午後9時40分に登場。13分間にわたり、カイト、君の歌、ハピネスの3曲をメドレーで披露。その後は三山ひろしさんのけん玉ギネス挑戦がハラハラドキドキで、歌が全然身に入りませんでしたが見事成功し、氷川きよしさんの限界突破サバイバーで衣装3年早着替えなど盛り上がりを見せ、白組鳥の福山雅治さんは家族になろうよ、大鳥のミーシャさんは愛の形を熱唱、コロナ禍の列島にエールを送りました。テーマは今こそ歌おう、みんなでエール。総合司会をうっちゃんなんちゃんの内村照義さんと、同局の桑子真帆アナウンサー、白組司会は俳優の大泉洋さん、赤組司会を女優の二階堂ふみさんが務めました。今年の紅白は昨年に比べ視聴率が大幅に上がりましたが、初詣や友人と旅行に行くなど普段外へ出かける人が減少しました。それもそのはず、コロナ感染者についての大晦日の発表が東京で1300人超、全国で4500人超と発表されたためです。そして昼夜運転を取りやめる鉄道会社も多く、明治神宮など大晦日から元旦の参拝を自粛したところもありました。行き場を失った若年層がおとなしくステイホームし、さまざまなチャンネルを変えたりはあったとは思いますが、結果として紅白の視聴率を押し上げた形ということでしょうか。結局のところ出演された歌手は J-POP や坂道グループ、ジャニーズなどが多く、歌謡曲や演歌を愛する方には退屈でつまらない歌番組であることには変わりありませんでした。今回の視聴率アップはコロナの影響がとても強く、本来の結果とは言えないかもしれません。次回以降で結果が如実に現れるかと思います。若い人は外出しネットや YouTube を見るわけですし、もっと演歌歌謡曲を増やしてもいいかと思います。視聴率という意味では高齢化社会なわけですし、昔から受信料を払い続けている高齢者の皆様のことも考えてほしいものですね。そうすれば数字という意味ではもっと上がるのではないでしょうか。2021年の紅白は一体どうなるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。